こんにちは、高橋です。本日はタイトルにもある通り、僕が出している大井高橋 VS 富永啓生を見ていこうと思います。現在ありがたいことにそちらの動画が253万回も再生されております。ありがとうございます。でこれはね、もう253万回、何回も見た人もいるかと思うんですけど、これはやっぱりたまに解説する身として、やっぱりね、 YouTube 的に見ても結構まあ253万回、僕の力ではないですけど、啓生の力ですけど、結構まあ上の方の動画だと思うんで、これはね、まあ見ないといけないということで、以前出した啓生の超スローモーション動画ってやつがあるんですけど、再生数はあんまり良くないんですけど、結構ね、周りの友達から直接言われるので、あれ見てからあれめっちゃ良かったって言われて、あれ見てからちょっと意識して打つようになったらめっちゃ入るようになったとか、めっちゃシュート軽く飛ぶようになったとか言ってくれる友達が結構多くて、結構好評だったんですよ、まあ、っていう感じで、まあ、そういう解説できるかわかんないんですけど、まあ、これはね、見ないといけない動画、この時どうだったかっていう話も含めて見ていこうと思います。それではぜひ最後までご視聴ください。よろしくお願いします。はい、それでは、早速見ていこうと思います。はい、ということで、今この動画を見てくださってる皆さんは、もちろんね、この啓生と僕の一対一見たことある人だと思うんですけど、まあ、うまいことね、解説をしていけたらいいかなっていうふうに思います。で、やっぱりね、大学2年生の時の動画なんですけど、僕ちょっとね、切れてますね。怒ってるとかじゃなくて、体の動きが切れてるように見えるな。で、今でもまあ、このぐらいの動きはね、できるとは思うんですけど、まあ、コロナとかこの後来て、ね、バスケできる機会があんまなかったんで、どんどん落ちないようにしたいですけど、このプレイ、これめっちゃ効きます。ちょっと噛みました。トータップ使ってるんですけど、クロスしてポポンっていうタイミングでいくと、これちょっとスローで見ると啓生が一瞬遅れてるんですよ、反応。ここで僕はもう抜きにかかる動作なのに啓生の一歩が遅れて、でこの後僕がねミスるんで追いつかれるんですけど、これ相手のタイミングをずらすと、これ足が速い遅い関係なく使えるんで、自分も騙す感じ、あ、俺そこで行くんかいみたいな感じで使うと、割とね、やりやすいと思います。なので、使ってみてください。トータップ。めっちゃ使えます。で、ついに、啓生のオフェンスが回ってきました。マジで、いろんなね、今まで数々のやばい人と一対一やってきましたよ。でも、もう本当に次元がマジで違う。マジ絶対勝てない。多分もう、誰も勝てないんじゃないかって。今まで僕とやった対戦相手、誰も勝てないんじゃないかってぐらいやばいですよ。りょうくんは現役の時、勝ってたみたいなんですけど、啓生も、ずんずんブズッブブブンってもう行きますからね。くわーくっ顔が、俺の顔映さんといてくれ。こんなアップで。いっちゃいらんな。というわけで、1-0 でございますね。まあでもね、もう本当やってて分かるんですけど、まあ、正直ね、負けるってことは思ってますよ。でも、まあ、啓生だから、まあ、再生数伸びるだろうから、もう、なんとかしていいプレーを爪痕残してやろうっていうふうに思ったんですけど、啓生ね、これがマジでさ、解説とかじゃないんだけど、最近出したね、NBA 選手とかめっちゃ使う、ゼロステップバックのを使ってるんですけど、はい。で、これ、ここで、ゼロ、はい。0、1、2。まあもうこれはわかりますよ。でも、これ距離がやばくないですか、普通に。ステップバック、皆さんやったことある方わかると思うんですけど、ステップバックしたら絶対短くなりません？それもこれ3から 2.5 メートル、2メートル半ぐらい下がって、なんで届く？これ解説とかじゃない？なんなんだろう。解説した方がいいですね、まあさすがに。ステップバックしても、ステップバックしても体の芯が、後ろに向いてない。体幹がしっかりしてる。前傾してる。で、ここから、リリース。で、それでも頭の上ぐらいから打つんですよね。このステップバックをしても。いや、本当に信じられない。タッチがものすごくいいんで、もちろんね、まあ、そんなことは皆さんわかってると思うんですけど、ゼロステップバックを3ラインからやるのがまずおかしい。本当にステップバック7キロ出たらどうするのって書いてありますけど、マジで本当そうなんですよ。ゼロステップバックって普通、まあ、攻めながらじりじり相手を下がらしといて、で、空間が空いたところでさらに開けるために使うみたいな感じなんで、3から、しかも3の、もうちょっと、まず3の一歩裏からステップバックするって、どういうことですか？マジやばくないですか？皆さん、3の一歩裏からさらにステップバック、どうやって止めんの？まず。頭おかしいんじゃねえか、こいつ。本当に。あれ、なんか久しぶりに見たけど、マジで狂ってんだ、本当に。マジ、啓生のこと叩いてる人、マジ、一緒に練習したら本
当に分かる、あいつのヤバさが。とんでもないの。マジでとんでもない。うん、これは、ラッキー。外したらラッキーですかね。スリー確率95とかですよ。練習でやってると、シューティング。マジとんでもないですからね。僕のね、プレイの解説はね、いいプレイがあったら止めましょう。タコ、ただの。ボール前に出てる。タコ、それは取られるわ。アメリカだぞ、形勢。まあね、ほんとね、さっきね、もうちょっと興奮してしまいましたけど、もうこれは普通ですわ。形勢からしたら。常軌を逸してるんですよ。なんか、普通の人を見る感覚で見ない方がいいっていうね。ほんと一緒にプレイしてる人はもう口を揃えて、もうコメント欄とかいろいろね、ケース打ちすぎとか言われるんですけど、うん、マジでやばいね。ほんとにやばいんですよ。応援してます。江口なんですけど、これはね、僕が実際悪いんですよ。で、この試合した時って、この試合じゃないよ。この1対1やった時って、その前に、現役生と試合してるんですよ。フルゲームやってるんですけど、僕大学生で、全然動いてなかったんで、まあ、YouTube もこれやりたてぐらいだったんで、マジクソヘロヘロで、もう足が動かないっていう。マジでやられた。これがね、サムネになりましたね。もう本当にやられましたわ。足が本当にガクブル、この時めっちゃ動いてるんですけど、次の日も筋肉痛でやばかったんですよ。でね、本当はね、もっとね、ケースの動画撮っとけばよかったって感じなんですけど、うん、この時ね、実を言うとね、アダッキューっていう、ね、肩の怪我してしまいましたし、まあ足もガクブレだったってことで、取れなかったんですよ。ほんと取っとけばよかった。で、僕のオフェンスですね。これダブってますね。なんかコメント欄でもよく言われてましたけど、これはダブ取りです。はい。で、下がって、まあ、ちょっと解説すると、なんか1対1するときに何考えてますかってよく言われるんですけど、まずそもそも自分が何をしたいかっていうのを考えてて、で、僕の場合だったらこれケースが一歩出たら、シュートチェック来られる。で、まあ、例えばね、ステップバックとかして、まあ、シュート打つっていう選択肢もありますけど、そもそも僕シュートが苦手なんで、まずドライブするっていう選択肢しかないんですよ。なんで、このケースへの、まあ、ケースへの、まあ、そのステップ感というか、まあ、慣れてるんで、どんな感じでケースがステップ踏むかっていうのは分かってるんで、じゃあその上でどう攻めよう。この相手のとの距離感とか、まあ、手の出し方とか、まあ、そのステップの踏み方とかね、角度とかね、そういうの見て、どう攻めよう、どういうフェイクかけよう、どうやって揺さぶろうっていうふうに、まずそこを考えます。なんで、自分の中では選択肢がもう絞られてるんですよ、すでに。シュートはない、シュートを打つステップも踏まないってなると、相手の距離見て、あ、これだったらこのフェイク使えそうだなとか、こうやって揺さぶれるなみたいなことを考えてるんですけど、まあ、その上ではね、ハンドリングついてこないとか、抜けないってことはもちろんあるんで、普通にどういうふうに考えてるかっていうと、そういうことをまず考えてますね。うん。何も余裕じゃないですけど。ケースね、高校の時、あんまりそのディエンスっていうオフェンスが好きなタイプだったんで、ディエンスとかもほとんどなんか、やんなくはないですけど、なんか得意なイメージなかったんですよ。でも、アメリカから帰ってきた時、マジでディエンス上手くなってて、バチビビりました。抜けなくなかったんですけど、普通に。ディエンスもね、そう、上手くなってて、で、高校の時はね、ケース、スティールめちゃくちゃしてるんですよ。多分、全然僕とかより、スティールしますし、スティール王とか、スティール王じゃないか、スティール王っていうか、スタメンの中では一番スティールする立場でしたね。で、こういうね、ライフな一対一も面白いですよね。まあ、ガチでやっときゃよかったっていうふうに思いましたけど、まあ、ケースはね、こうやってやってくれたんで。まあでも、これだけオフェンス結構回って、まあ、ケースと1対1やる方、にしては回ってきた方なんですけど、まあ、多分ね、考えてくれたんでしょうけど、まあ、にしてもね、全然シュートが入らないっていう。この時ケース、多分今伸びてると思うんですけど、この時ケース186とか、今多分もっと伸びてると思うんですけど、で、僕が176、7ぐらいなんで、まあ、10センチぐらい下がるんですけど、ね、いや、本当に、やべえわ。うん、ダメ、やべえっていうのは分かってるんだろうから、解説しましょう。これもね、まずそもそも、ま、僕と同じ考えだと思うんですけど、ケースからしたら、ま、ドライバーいつでもできるから、ま、スリーを打つっていう選択肢なんで、どうスリーを打つかっていうことをまず考えるんですよ。で、僕との距離を見て、ま、一歩だったら、僕も一歩出せばブロックできるんで、ま、なんですね、そもそもね、この地点にいて1対1の状況で、シュートチェックする僕も、もう、おかしいんですけど、それケースがおかしいんで。で、ここから、前に一歩。一歩足出しといて、僕がこれ引きますね。で、その隙に、さらに、
ステップバックでこの距離が空く。で、この距離が空く、僕もできますよ。こんなことが僕もできますよ、もちろん。でも、ここからすごいな。これを、ね、決めるっていうのが、距離やばくないですか、これマジ。ボールの、今、飛んでる時間見てください。ボールの飛んでる時間。長すぎ。10秒くらい飛んでんじゃねえか、みたいな。マジ、緑版じゃねえ、これ。本当にね、ケイセイのね、動画見ると、マジでいかんところが、解説っていうよりもリアクションが強くなっちゃうんですよ。解説っぽいこと本当に言うと、まずはね、相手との距離とか、相手との距離感とか、角度とか、自分の得意不得意を考えたときに、まず、絞り込む、何をしたいか、何をするべきかっていうのを絞り込んで、その上でケイセイだったら、ドースリーを打つシチュエーションに持っていくか、スペースを空けるか、僕だったら、どう相手をずらしてドライブするかっていう。練習したことをちゃんとやりましょう。距離感詰めて、なるほどね。これだったら、まず僕が距離を詰めてるんで、まあ3、これの距離だったらケースさすがに3打ってないです。で、こうなってるんで、狙います。で、これね、ドライブ行くときは、まあ、状況によるんですけど、なるべく前に出てる方の足を狙ってください。トップフットって言うんですけど、僕若干右足が前に出てるんで、この右足の方を狙います。そうすると、こういう風に体が開くんですよ。これ逆に左側行くと、サイドで一歩パチってついていけるんですけど、トップフットの方を狙うと必ず、このね、体がバシってこう開くんですよ。こうなったらもうほとんどオフェンス勝ちなんで、まずここを狙いましょう。で、決してドライブ行けないんですけど、もう2対10なんで、ボコボコなんでまあ止まってくれます。で、止まって、そうすると、さっき、こんぐらい詰め入れたのが、こんぐらい、スペース空きます。で、ここから、いつも通りステップバックみたいな。で、得意なところに持っていく。で、僕が1対1、この時ね、いつももそうか、2が1点の3が2点なんですよ。で、普通2が2点で、もちろんね、3が3点なんで、1.5 倍の点数差なんですけど、2倍なんで、もう、みるみる差が広がっていくんですよ。なんで、まあ、このね、このルールにおいては3がね、強いっていう。で、ケースでね、高3の時、高2とか僕と一緒にやってる時は、ポストアップやんなかったんですけど、アンダー18行ってから、なんかポストアップとかオールラウンドに点数を取れるようになって、今みたいにポストアップとかやるようになりました。で、これ見てください。揺さぶって、クロスで揺さぶります。クロスで揺さぶって、これ反応見てるんですよ。で、反応見た時に、ケースでこの、最初の、このフェイクのとこ反応しないんで、ここで、あ、こうやって反応しないんだと思ったから、それを見た上でストレートに行くっていう感じです。なんで、フェイク揺さぶりながら、あ、相手はこれに反応しないんだ、じゃあこっち行こうみたいな。っていうのを相手にバレないように行うっていうのも大事です。ちょっとね、喋りすぎたんで、止めすぎたんで、最後は流してみましょう。ほんと、あと、これで3対12でやばくね俺マジ。やばくないですかほんと。さっき言ったみたいに、アンダーから帰ってきてから、もうオールラウンドに点数取るようになって、この最後のダブルクラッチ。で、ダブルクラッチも、普通だったらね、右で行くのに、ケイセのスピン、めっちゃ得意なんで、左で行け、終わりです。ボコボコにされました。はい、というわけで、YouTube で253万回再生いただいているこの動画見てたんですけど、まだ、解説邪魔だよっていう方もいると思うんで、そのいう方はぜひね、概要欄に貼っておくので、ぜひ見てみてください。ほんとね、バスケやってる人わかると思うんですけど、ほんとやばいんですよ。で、まあ、ね、僕との1対1なんて、まあ、フリーみたいな感じでケースで多分やると思うんで、ね、ディンスにないみたいな感覚でやってると思うんで、これですけど、まあ、それを試合とかでも、やってる。今、アメリカとかでも頑張ってますけども、本当に頑張ってほしい。ということで、皆さんもね、一緒に応援しましょう。ネブラスカ大学と、ケイセイのこれからのバスケット活動、応援しましょう。ということで、ご視聴いただきありがとうございました。